イテム番号 SCP-577JP、オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-577JP は電源コードから電力を供給されていない状態でサイト、81、内の電子ロック付き保管庫に収容してください。実験時を除いて SCP-577JP に電力を供給することは許可されません。追記現在 SCP-577JP の実験を行う際にはクリアランスレベル3以上の職員2人の承認が得られた場合のみ、月に2度まで D クラス職員を用いた実験が許可されます。詳細はホエを参照してください。説明 SCP-577JP は重さ 125kg、大きさ 1200×900×900mm の冷凍機内蔵型ショーケースです。SCP-577JP は通常は非活性状態であり、電源コードから電力を供給されることで活性化します。SCP-577JP は活性化している場合、不規則なタイミングで原因不明の約 60dB の警報ブザーカッコ以下。SCP-577JP、1と記載カッコ閉じを発生させます。この音は一般的なブザー音とは異なり、子供の泣き声、または叫び声のように聞こえることが D クラス職員による実験で判明しています。加冷蔵や周囲の温度上昇といった正常な動作による警報の場合には異常性は発現しません。SCP-577JP-1 は5分のち自動的に停止し、その間に SCP-577JP-1 を聞いた生物括弧以下。暴露者と記載括弧閉じは SCP-577JP に対して攻撃的になり、暴力的な手段によって SCP-577JP-1 の発生を停止させようとします。暴露者によって SCP-577JP に生じた損傷は異常な物理的耐久性によって現在まで確認されていません。SCP-577JP-1 の停止後、暴露者は鎮静化します。この時暴露者は暴行時の記憶を保持していますが、SCP-577JP を攻撃した理由についてはいずれも、音がうるさかったから止めようと思った、といった主張を繰り返しています。SCP-577JP は、県のスーパーマーケット、支店で起きた傷害事件を警察内部に潜入していたエージェント、が調査中に発見しました。通報を受けたエージェントが現場に到着した時、現場では従業員を含めた、メイが SCP-577JP への暴行に巻き込まれ負傷しており、発生していた SCP-577JP-1 を聞いたためエージェントは暴露者となりました。その後 SCP-577JP は暴動によって偶然電源コードが引き抜かれたことで非活性状態となり、鎮静化したエージェントによって異常性が確認されました。関係者全員には A クラス記憶処理を行い、カバーストーリー、警報装置の誤作動によるパニック、を流布し、その際に故障したという名目で修理業者に偽装した財団のエージェントによって SCP-577JP は確保されました。支店の店長の証言によると、SCP-577JP は内部の故障による動作不良の修理のため、修理業者に7日間予託していたことが判明しました。店長がインターネット上で連絡を取っていた修理業者のホームページを財団が調査したところ、ページの大部分が削除されており、代わりに以下のようなメッセージが残されてありました。諸事情により営業を終了させていただきます。どうか私たちの直した子供たちを可愛がってあげてください。長らくのご愛顧ありがとうございました。ざまあみろ。ホイ SCP-577JP の確保から2日後、エージェント。が自分の娘である、を殺害する事件が発生。警察の聴取に対する、泣き声がうるさかったから止めようと思った、という供述から SCP-577JP との関連性が疑われ、財団が調査した結果。SCP-577JP の発見時に暴露者となった人間が、同様の動機で事件を起こしていることが明らかになりました。以下は現在確認されている暴露者が発生させた事件の一覧です。発生した事件、エージェント。が生後7ヶ月の娘を撲殺。殺害後警察に自首した。聴取に対して、泣き声がうるさかったから止めようと思った、と供述。居住しているマンションの隣部屋に押し入った男性が11歳の少女を刺殺。男性は現行犯逮捕された。聴取に対して、あの子供の叫び声がうるさかったから、と供述。事件発生時、殺害された少女の一家はホラー映画を鑑賞していた。
県の公園で遊んでいた8歳の少年を女性が持っていたイヤホンのコードで首を絞めて殺害。その後他の子供を同様に殺害しようとしたところ、通報を聞いて駆けつけた警察官に現行犯逮捕された。聴取に対して、子供たちの笑い声がうるさかった、と供述。SCP-577-JP が発見されたスーパーマーケットの従業員、長営業中、ベビーカーに乗っていた2歳の少女とレジに並んでいた6歳の少年に暴行し、少女をかばった母親が全治2ヶ月の重傷を負い、少年は顔面を削除済み。その後 SCP-577-JP の暴露者でなかった他の従業員と客に取り押さえられ、駆けつけた警察官に現行犯逮捕された。聴取に対して全員が、子供の泣き声がうるさかったから、と供述している。以上の事件と D クラス職員を用いた実験から、暴露者は SCP-577-JP に対してだけでなく、暴露者が、子供、と認識している人間が発生させた 60dB 以上の声によって攻撃的になることが判明しました。この影響は記憶処理によって消去されません。このことから暴露者となった D クラス職員が予期せぬ事態に出る危険性を考慮し、実験後暴露者となった D クラス職員には収容処置が取られました。実験後の収容処置及び再雇用の費用の増加が懸念されるため、SCP-577-JP の実験に関して大幅な改定が行われています。